はい、皆さんこんばんは。さあ、今日もバイオハザード RE2 始めていきたいと思います。前回はそうですね、この散布装置用カートリッジを冷却しないといけなくって、あーで、そうだ、この信号変調器であれですね。で、ここ多分行けるようになったんで、あ、そっか、そこ行きましょう。ゆっくり行きますね。リッカーが出てきて、まあ、倒したんで問題はないんじゃないかな。なんか重い。よいしょ。ね。リッカー2体出てくるとか。やめて。やめてくれ。ここですね。ここ。ここ。なんだろう。出てくるか。出てくるか。アイテムありますか？あ、なんか冷却しそうな部屋がありますね。何を調べてたんだ、これ。いやー、あれ起きてるだろう。絶対生きてるだろう。お帰りなさい、リー研究員。メッセージが5件あります。5件？ない。死にましたか？あ、折れた。あっちょっ、ピコーダン投げちゃった。なるほどな。そうなんだ。あ、折れちゃうんだ。なるほど。はいはい。メインリー宛てのメール。リックメンドーサ。件名、何をやらかした？本文、カートライトの野郎、偉い剣幕だったぞ。ほどほどにしとけ。あれでも上司だ、一応な。ところで俺の可愛い二重、なんだ？螺旋なんだろう、ちゃんを知らないか。あの子は俺の秘密を尻に敷いているんだ。見かけたら教えてくれ。差し出しに、バイロン・カートライト、件名、ずいぶん忙しそうだね。文明、私とのミーティングをすっぽかすとは、温室の視察には、君は来なくてよろしい。代わりに簡単な仕事をあげよう。再来年の予算表をまとめておいてくれ。今夜中に。これが上司ですね。差し出し人、リック・メンドーサ。生きてるか？襲撃だ。もう死人が出た。このイーステリアは孤立している。こちら側から連絡橋を再稼働させるためには、俺たちのリストタグじゃダメだ。クソ、カートライトのアホはどこに隠れているんだ。リック・メンドーサ、返事をくれ。プラント43が暴走している。音質は地獄だ。最悪なのは俺たちの中の誰かがあの場所に突っ込んでかなきゃならないってことだ。ウェイン、担当のお前なら暴走を止める方法も知ってるだろ。頼む、返事をくれ。リック・メンドーサ、チアリーダーの数字覚えてるか？いい女だったよな。お前も俺も夢中だった。もっとも彼女はオタクにも目もくれなかったけど、お前に借りたコミックとゲーム返さなきゃ。全部後回しだ。黄色いドレスが俺たちを、俺を待っている。大丈夫か？で、こっちですね。これ、めっちゃ寒そうだけど。あ、寒いよね。氷漬けにされちまえ。え、大丈夫？ちょっと待って。シュシュッといきますか。あ、なんかある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 。これだ。
これ本当はあの黄色い防具みたいなのを着ないといけないんでしょうね。お。お。カドリッチ貸し材。冷却が終了しました。ありがとう。これは？ガンパウダー。ほい。いっか。ぐらいか。おお、びっくりした。ゾンビー、ゾンビが、HP 減ってないよな。大丈夫だな。ピクピクしないで。で、これの階段登って行って行き、どうしよう、こっちのはしごに行くか。はしごに行くか。階段ところ、確かゾンビがいるから。よしよし。登って、マップマップマップを見て、右だ。いる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 。はい。か。薬液を散布します。枯れていきますね。これでよし。オッケー。じゃあ警告。規定の濃度を超えた薬液が許可なく散布されました。この操作はログに保存され、あなたは懲戒処分される可能性があります。知らないです。落ちか。落ちてくんなよ。落ちてこんなよ。さっさと、さっさと行こう。これ、あれじゃない？もしかして。やった。やばい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 。はい。あげます。さよなら。こっちだ、こっちはダメなのね。いや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 。あ、で、連絡橋ですね。こっちこっち。オッケー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 。はいはいはい。逃げましょう逃げましょう。逃げましょう逃げましょう。逃げましょう逃げましょう。もう一個やるよ。おりゃ。よいしょ。ナイフパイセン。折れちゃったからな。こっちだ。資料台、資料弾、パイセンも。ちょっと待って。荷物。アイテム。でも取っておきましょうね。ガンパウダー。調合した。取り出す。コンバットナイフ。工具とかフィルムとか。あー、そっかそっか、マグナム取りに行った時に、
あ、戻れるんだ。そっか、そういうことか。そういうことな。そっかそっか、あのタイミングで、上に行かないといけなかったんだな。ちょっと一応セーブしておきましょう。はい。よいしょ、OK。さあ。出てくるかな、あいつ。音が聞こえんだよなぁ。ちょっとこのフィルム気になるな。でも今戻っても大変だろうから、また別の機械に見に行きますかね。ベストエリア3、来ました。お。研究所のデジタルビデオテープ。またテープか。これなんか、無理やり開けた跡がありますね。おー、なんだこれ。荒らされてますね。ビデオテープいけんじゃない？ここ。いけないんだ。あ、テレビが通ってないからか。OSS。調べる。調べる。これね。はい。で、これ使う。ほい、電気通った。ビデオテープ。バーキン博士、我々と来てもらいたい。バーキン博士、君たちが来るのは分かってた。誰にも渡さないぞ。腕の人じゃない。私の生涯をかけた作品なんだ。我々は命令を受けている。最後にもう一度だけ言う。おターゲットの抵抗にはやむなく射殺。はい、そうです。了解。サンプルを回収します。撤収だ。ウィルス、うん、ウィリアム・バーキン宛てのメール。差出人ジェーン・ドイル、件名 G の研究中止について。本文、我々アンブレラは地下研究所ネストにおける G 研究開発の中止を決定しました。今期をもって G 研究開発費は打ち切られ、
ウィリアム・バーキン所長は解任されます。差出人 BE 件名なし。本文、連絡をありがとう、バーキン博士。君の進化する生物兵器には上の連中も興味を持っている。研究費の件は安心してくれていい。うちの会社は合衆国で一番の金持ちだからね。 BE 差出人リヒャルト・ケスラー、おめでとう。聞いたよ、 G が実用段階寸前だそうだな。不思議なのは、君がなぜそれを我々アンブレラ本社研究室に伝えなかったのかってことだが、まあいい。さて、そろそろ研究データを渡してくれないか。大丈夫、君の G は私が必ず完成させてやる。ジェーン・ドイル、勧告。あなたにはアンブレラに対する重大な背信行為の疑いが持たれています。あなたが社の財産である G を私物化し、秘密裏に合衆国軍部と接触していたことは明らかです。24時間以内に諮問委員会に招集に応じてください、うん、このバーキン博士は G ウイルスをなんか完成させたい理由があったんでしょうね。それは何でかわかんないですけど。さあ、まあでも G ウイルスないよね。あ、手榴弾パイセンがいるっぽいです。この人ですかね。はい、ありがとうございます。この人なんでここで死んでんだろうね。グリーンハーブじゃない、ブルーハーブだ。調合しておきましょう。まあ、アイテムがあるってことは、なんかボスが来るのかな。これ出して、これ預けときますか。組み合わせ。で、レッドハーブがないんだよな。一個だけでいいかな。よし。さ、こっちはなんだ。この黄色い服びっくりするんだよな。何かありますか。お？お。はい。お。ちょっと待って、ショットガンの弾。よいしょ。はい。これマトリックスでいう赤い線がブワーって襲ってきて、レオンが華麗に避けるやつでは？わかんないですけど。にょーん。どこに繋がってるんですかね。生体？培養？培養？ん？培養なんとか。培養塔ですか。なんか下に、そういう、培養的なものが、あるな。ちょっと待ってくださいね。気持ち悪い。
ちょっと待って、ムービー入っちゃった。無防備だな。え？よし、エイダのところへ。何ゲットしたの？ジンウイルス。ちょっと待って。お？ちょっと待ってくださいね。研究記録、生体におけるなんとかの成長過程観察、被検体番号449。 G なんとかが被検体に着色直後、被検体の局部から腹部を50センチにわたり回切る目視での観察を開始した。医療チームの協力のもと、被検体の意識レベルは常にゼロ、意識生命から1、マイナス2を保持。被検体の意識レベルが低下した時点で、これ以上の観察は無意味と判断。被検体を処分。実験してたんですね。被検体番号501、ジウルス投与。G 生物化した501を30名の被検体群に引き合わせる。2時間36分後、1名を除くすべての被検体に何とか植え付けたことを確認。全被検体を処分。1名は実験中に精神の均衡を失い自殺。おぉ。T ウイルス耐性実験。おぉ。T ウイルスへ微弱な耐性を示した被検体628に G ウイルスを投与。深い進行であった639を引き合わせる。628は抵抗する素振りを見せたものの、24分後に、なんとかの植え付け完了。 T ウイルスへの耐性は G ウイルスのもたらす知能低下を防ぐことはできないと思われる。これ、で、組み合わせる。ここにアイテムがあるってことは、きっとボス戦ですかね。調べるじゃない、組み合わせる。どうしようかな。もう一個持っていきますか。一応ね。あ、取り出してない。取り出す。で、セーブと、はい。よし。ちょっと短いですが、今日はこの辺で終わりたいと思います。見てくださってありがとうございました。ではまた次回。またねー。